今回僕が利用させていただくのは夜行バスでございます。こんにちは、吉川と申します。吉川様、はい、はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。懐かしい。はい、港北パーキングエリア着きました。港北パーキングエリアです。息が白いっす。なんで僕が夜行バスを乗るかっていうことなんですけど、僕はですね、起業した初めの頃に、大阪に行く機会があったんですけども、その時に夜行バスに初めて乗りました。でもその時はもうなけなしの8000円を払って、もうその夜行バスに飛び乗って大阪に行きました。そう、学ぶために大阪に行ったんですけど、もうなんかその8000円を払ったからって、その僕が進化っていうか、その僕が成功する確証はないわけです。なのでもうなんかハラハラドキドキしながらですね、その夜行バスに乗ってその大阪に行ったのを今でも覚えてます。なのでなんかそういったですね、記憶を忘れないために、そういった初心を忘れないためにって言ったら、まあカッコつけた感じになっちゃうと思うんですけど、そういった理由でですね、僕は定期的に、初心を忘れないために夜行バスに乗っています。はい、ちなみに今着きました。はい、ということで大阪に着きました。いや、髪ぺったん。いや、ちょっと今寒いですね。気温は多分 2,3 度ぐらいだと思います。わー、でもやっぱ夜行バスで来るとこう体が痛いですね。またですね、ちょっと起業当初の反骨心がこうムクムクと、やってやるぞみたいなこうムクムクが出てきましたね。はい、まあそんなことどうでもいいですか。あ、ちなみにですね、僕が今回どういうカバンの中身で来たのかっていうのをちょっと紹介したいなというふうに思います。はい、これが通常モードの僕のカバンスタイルです。カバンスタイルってなんだろう。で、これがカバンで、これがカバンの中身なんですけども、まずカードと財布があって、 AirPods があって、スマートフォンと Wi-Fi があって、ノートと領収書入れとパソコン、あと鍵があります。なので 1,2,3,4,5,6,7,8,9 点が僕の普段の所持品です。所持品というかカバンの中身です。で、今回大阪一泊をするためにこれだけの荷物が増えました。具体的にですね、この部分です。充電するやつ2つと、外付けハードディスクと、あとケーブル類ですね。美しくないっすね、これ。相変わらず、これも視聴者さんからこういう風にした方がいいよっていう、もう素晴らしいアイディアいただきましたので、それをですね、すぐに実行させていただきます。はい、こんな感じですね。これが僕の、今回大阪一泊二日するための荷物の中身です。あ、すいません、あとこの靴べら忘れてました。はい、この靴べらも持ってます。あれ、ショッピンさん、着替えどうしたんですかっていうふうにちょっとあなたは疑問に思ったかもしれません。僕はですね、着替えに関しては靴下とシャツとおパンティーだと思ってるんで、その3点はですね、僕は現地調達という形で、揃えるようにしてます。そう、まあ今言ったその下着、シャツ、おパンティーはですね、大体こう100均で売ってますので、で、しかもその大阪なんかもちょっと歩いたらもう100均にたどり着けると思いますので、はい、なので僕はですね、そういう洋服とかに関してはもう現地調達をするようにしています。はい、ということで今回は大阪に来たよっていう話と、その大阪に来るための荷物はこんな感じっていうのをですね、ちょっと簡単にシェアをさせていただきました。もしですね、この動画がちょっとでも面白かったです、参考になりました、というのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録も、また指のあれが間違えた、はい、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、じゃあ今からですね、動画編集に入って、ちょっと空いた時間があったら、また大阪を散歩して勉強会にちょっと参加していきたいと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。大阪大好き。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。